さあ今日は、はい、今日はですね、森ちゃんの、はい、お兄さん、はい、ちょっとこれ食べてみて、なんか野田クリスタルさんみたいな、お兄さん、はいはい、お兄さんちょっとこれ食べてみて、うん、っていう、ちょっとこれ食べてみて、これ食べてほしいよ、野田さんに寄せに行ったやっぱ僕といえば、はい、ブロッコリーのやってましたね、素揚げなんですよ、うん、実は去年か、これ皆さん僕のねインスタグラムのねストーリーズ、うん、ハイライトっていうところに全部載ってるんですけど、はい、自粛期間中、うん、ほぼ毎日のように去年なブロッコリーを素揚げしてたんですよ、はいはいはい、でこれはなんでしてたかって言ったら、うん、むちゃくちゃうまいの、実はブロッコリーの素揚げ自体が、そうめちゃくちゃうまい、うん、ただなんか変ななんか流行り方をしまして、そのインスタ界隈で、うん、はい、もう毎日あげるたんびにフォロワーが増えていき、うんうん、何がいいのよ、ブロッコリーだけで、うん、6000人フォロワーが増えた、はあ、引きがあるってこと、そうそうそう、ブロッコリーファンが俺のインスタグラムに俺の写真を見たいんじゃない、うん、ブロッコリーの素揚げを見たいんだっていう6000人がおるのよ。それ何、他では誰もやってへんわけだよ、そんな。やってないね、多分、そんなに。そもそもなぜそれをブロッコリーの素揚げをやろう、そもそも、もう、俺がたまに行ってた喫茶店で、はい、喫茶店で、カレー、夏野菜カレーみたいなの出てたの。で、そこは、その、野菜を素揚げしたやつを入れてたの。で、その中にブロッコリーがあって、これむちゃくちゃうまいやんってなって、なんでこれ居酒屋とかで出てないのみたいな。最近さ居酒屋とかってさ、はい、トウモロコシの天ぷらあるな、ね、なんかこう、うん、何やと、なんか最近の居酒屋メニューってあるやん、うん、その昔なかったけどみたいな、はい、何やろ、なんかあるやん、その最近あ見かけんかったけど最近はよう見るねみたいな、そうそう昔なかったよねこれみたいな、トウモロコシの天ぷらとか、何やろな他は浮かばんで、うん、だけだけかだけやんだけやん今俺は新たな居酒屋メニューとして絶対にありやと思ってんねん、めっちゃうまいねんマジで、だこれちょっとほんま今日食べてもらおうわ、お前俺は食べたことないかもしれんもん、あお兄さんに、なんそのいらんよ、その最初もない、お兄さんちょっとこれ食べてみて、思いつきで入ったところは緻密に守らなくて大丈夫です、なのでやるわ今日俺がやったるわ、これで、それでいけ、はいはい、これでいけますんで、まずその森東の事務所で何かを作るってことはないよね、この間あれやったよね昔、何でしたっけ、肉焼いたよね、あ、うん、ちょっと袋、はい、これ拭いて、その拭くキッチンペーパー的なやつはあんの、わからん、えなんかタオルとかないか、タオルあるけど、さっき熱波に使ったやつやつ、うん、あんま綺麗ちゃうやろ、うん、ブロッコリーね、おー、はい、立派な、そうなんですよ、これはもう房、うん、からいきますから、そんなにこのね、本当に皆さんこれ、もう水をもう本当に切ってもらわないと、うん、えらい目ありますから、はい、普通の水入れなあかんじゃんこれ、いや水入れたら水はダメでしょ、油一番あかんよ、油だけか、そりゃそうや、そういうことか、そういうことか、ブロッコリー切ったりすんの、はい、包丁えぐこれん、てこれサビサビとこれどうしよう、サビサビ、まあそれ危ないな、あそうや、こんな時のために出たナイフシャープなよ、伏線や、俺が誰にもあげへんって言って、ただただ持って帰るの忘れてたナイフシャープナーがありますので、それではい、うん、ね、これ使いたかったのよ、使い方わかるマジで説明書も何も入ってないぞ、どこがと、どこで研ぐんや、このうっすらした絵で、あ、わかったわかった、ここや、え、それでいけんの、何それ作業、やってんの、こうじゃない、取れてる、多分研げてんの、うん、多分
サビをちゃんと取らんと食中毒になるよな。そうなん、サビって怖いね。そうなん、洗ったらええんちゃん。いやいや、それは取れない。洗って取れへんサビなんかさ、これ切って取れるわけだよ。それ違うんですよ。それ切ってんのか、卑猥なんだ。ちょっと開くね。ちっちゃな動きで。意味ないて。ああ、書いてあるやん。何？これ図あるやん。ど？え？あら時なんやらあるやん。ほらほらほら合ってるやん。あれ逆じゃない？あ違うか。いやでも確かにこんな。だからほらこうや。ほらほら。いや逆や。え、なんで上下逆や、これなんで こっちどこ研ぐのよ。いやいやいや、そんなわけないよ。あ、わかった、これを続けて、うん、こっちぐらい鋭くするって。何よそれ。絶対受けるよな。これ受けるな。受けるわ。これ営業とかでも受けるんだ。マカスキーで。オッケー。もうええわ、これで。はい。洗う。うん。誰か。サビがほんまに怖いんじゃん。大丈夫。サビのことずっとビビってんねん。サビビビるで。なんかアンビリバーとか見たで。何を見たあれなんて面白いの。あれもう、まれなやつやろ、それ。何ティッシュどこに。いや、だからサビで多分食中毒起こって、みたいな。でもやっぱ出てくんで、サビ食中毒で。めっちゃ怖がってるやん。確かに。ええわ、俺もう食中毒になるぐらいだ。俺今吹いたんすけど、なんかサビ取れてますわ。なんか怖なってきた。俺も袋、お前が言ってることが正しいぞ。いや、そう危ないで、うん。まあまあ。ブロッコリーをあげるだけやろ。でこんなかかってお前がさ、サビがうんぬんかんぬん言うから熱処理してますんで。色変わってへん。何が焦げてきてる。うん、黒墨ついてきてる。いや、黒くした方がいいと思う。サビをサビを黒墨で覆うっていうな。僕らやっぱサビ見えるから、お前な、見えるから気になんのよ。あるからあかんのよこれ。お前、俺あれ冒険少年とか仕事来るんちゃう。ティッシュ、ティッシュ貸してください。もうつくわけがないから。ティッシュね。まあまあまあ、あります。黒っ。いやー、そう、今度そっちやん。こっちやん。あ、拭き取れば。でも、うん、茶色いのはなくなったよ。いや、っていうか茶色…茶色に覆われてるから、ね。さっきに…油。切れ味が…切れ味めっちゃ良くなってる。上がってんの。うん、うん、上がってる、やっぱり。シャープナー、はい、シャープナーで。で、まあ、でも慣れてるね。さっきさ、うん、油温めながらやったりするんじゃないの。ああ、まあね。普通はね。でも、あの、やっぱ細心の注意払わないと。俺は本当に、まあ、あの経験者なんで、火事の怖い、うん、当たり前やん、うん、あ、DIY で余ってる板あったけどな、まな板にしたよかった。あるね、板。あ、板ある。ちょっと一回綺麗な板なの。もう大丈夫。机と変わらんじゃん。小さめの板あります。あ、もうまさにまな板あるやん。まな板ちゃうんっていう。これ、お前、俺らが五反田ガレージやっててよかったな、お前。うん、ここに、それは、それは、ここに除菌クリーナーがあります。それで拭いといたらな。最高やん、今日も。ほらめちゃくちゃ、めちゃくちゃ、もうメイクぐらい。まあ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 、うん、まあまあいけるし、うん、最高やん、ほら。お前会長起こしてこい、お前。何言うの、ここで寝てるから。使うとこしか拭かねえやん。まあ、全面じゃないんやね、これこうでしょ、はい、確かに切り方分からへんよな。そうそう、ブロッコリーってな、実はむずいのよ。こんな、あんまりな、でかすぎてもあかんねん。そうですね、調べんの、それが。何が？どっかでそのブロッコリーの。調べへんよ、何が。自分の我流で。そう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 。で、あとその、茹でたんを揚げるんじゃないんですね。
そう、生を生をあのげた方が多分ね。確かにな。うん、確かにな。昔の人は茹でてたんかな。よし、ね、油か、うん、怖いな。大丈夫。え、まだ開けてるよね。まだ、まだ開けてない。まだ、まだ開けて、絶対に。最悪、火が出たらどうすんのやったっけ。なんかかぶせんのやったっけ。ね、濡れた、あ、濡れたタオルや。タオル、でタオル濡らしとこう。はい、じゃあ行きます。はい、うわ、来た。あ、温度あんで、何度か強く弱く。まあ基本は塩なんですけど、うん、味付けはもう塩で全然十分なんですけど、うん、ちょっとカレー塩とかを試したいなと思って。マヨネーズもあったよね。マヨネーズ、ね、もうめちゃくちゃ、もうめちゃくちゃ。もうそら危ないって。もうこんなもん、こっちでよかったよ今。こっちやったらえらいことやって。どうすんねん。 あんだけサビが豆腐を言うたのに、もう地面に転がってこうと思う。何でこれ。おい、落ち着け。落ち着けやない。一旦切ります。一旦切ります。一旦切ります。いや何やったよこの。なあ、これは選ばなあかん。会長も出てきた。会長も出てきたね。はい、それだけちょっと包丁さばってるやん。怖い危ない。こういう現場マジで怖い。皆さん本当に気をつけてください。これはほんま危ない。もううわわわ。ほんで洗うの。洗います。まあまあ洗ったらまああれか。でも洗ったらさ、逆に水分も増え。やば。めちゃくちゃ睨んでるね。全然あげへんよ。かかってんのこれ。今あげるまで。大体なるのよこれ。いやなってない。素揚げやろう思ったら、ブロッコリーの。びっくりしてたやん。ちょっと顔してたで。カレー塩とでマヨネーズやな。何でさっきそんなあんなことなったん。何が。何であんなことなったん。いや、あんたはこのバシーンで。多分な、油をな、締めたかってん。で、ここで、こうやって、ここでこう、それでか。押してもうて。マヨネーズ。もうマヨネーズ。もうめちゃくちゃ。もうそら危ないって。もうこんなもん、こっちでよかったよ今。皆さん本当気をつけてください。危ない。ほんまこれかからんでよかった。うん、よかったよ。これ、ね、もう入れていくの。もうあのね、一個しか無理。多分。一個ずつ。一個ずつ多分な。え、そうなの。うん、多分二個入れたら俺死ぬと思う。うん、跳ねるとめっちゃ跳ねるから、そういうこと。一つ目、はい、一つ目。あ、あ、怖い怖い。わわ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 わ。怖いわ。おお、つやがってた。おお、ちょっと、なんや、おい、すごいなこれ。怖っ。すごい音してるやん。何これ、聞いたことない音。こんな音するの。うわ、怖っ。怖い怖い。ここ、足短いやろ。飛んでる。入れる。まだ。わっ、あさ変わっていく。あさ何やねんこれ。あったこんなしてまで食べなあかんもんなこれ。え、まだ。わあ、すごいな。あったただ普通は菜箸でやるの。普通当たり前でしょ。こんな短い箸でやったら初めてやで。え、だから常にそれをゴロゴロさせてもらうの。そうあのな、あったい焦げるから。はいはい、うん、これで、うん、あ、そんな感じ。はいはいはい、そのままで。はい、これ食べてみて、ぐくろ。これマジうまいから。いいんすか。お前でもほんまにいらんぞ、うん、あのしょうもないおべんちゃらとか、はい、いつもやってるような食リポで。いつもやってるようなとか言うなよ。いつもたまに入る食リテレビの食リポでやってるような変なおべんちゃらいらんから。ちゃんとした感想ね、うん、マジちゃんとした感想いただきます、うんうん、え、お菓子やん。何が。ポテトチップスやん。これめっちゃうまない。めっちゃうまいやろ、これ。想像と全然ちゃう。せやろ、そのあのフサの。何これ。フサの食感と、フサのモサモサとしてる感じがおもろいね。めっちゃええやろ。おもろいってこれ。おもろいってこれ。いや、マジでうまい。おもろいって。おもろい、食感としておもろい。
ないもんこんなのおもろいって。うわうまっ、もう一個もう一個も、せやろ、あうまいわ。もうじゃあみんな食べて、俺がどんどん上げていくから。じゃあ2個いくよ、うん、はい、すごいなこれ、これ飛んでる飛んでる。あーすごいわ。あーだだだだだだ、熱い熱い、だから1個やねん、だから1個やねん。だから2個ですごいわ。これを俺は屋台で出したいのよ、ブロッコリーのね、素揚げを。これでも油がいい油やな、綺麗や。これでも一気に揚げてほしいな。ちょっと待ってられへんわ。ブロッコリーが一番跳ねるんですか。いや、多分トマトとか。うわ、危なそう。トマトはもう俺がやった時はもうグラデュースのラスボスみたいになってた。どんなん、そうそうそう。いや、水分の塊やもんな。よし、いっか、これぐらいで。次、だいきます。誰か、もう食っていいよ。ほんまにうまい、ほんまにうまい。食っていいよ。やばい、やばい。あっせぇ。もうかかってる、かかってる、かかってる、かかってる。あ、うまな、うまい、おかずみたい。うまい、めっちゃうまいっしょ。うまい。え、食感どう。ま、おもろくはなかった。他おもろい。うん、うまっ。何やろうなこれ、何やろうな、このもう房の部分がとにかくうまいかな、このね、ここね、うん、だからまあそれがあるからブロッコリーじゃないとあかんねやろな。そうやな、おもろ、おもろやろ。今思えばおもろ。おもろかった。モシャーモシャーがおもろやん。いや尖ってるから自分。そのおもろいもんな、おもろいもん見てちゃんとおもろいって言わんと。尖ってるから、養成所のネタ見せじゃないねんから。今もうこれ切り目入れるんですよ、4箇所ぐらいに。でもうこのままいく。でかいね、もうそれ。え、でかな、これは。でかいよ。いきますか。ほんま、はい、いきます。だからごまとか取らんでいいの。いいんです。え、うわちょっと、うわ、え、大丈夫、バコーンいけへん。あ、だからか。そうそうそう、あー、中に中に入っていくから。あー、そう、それは自分で編み出したんですか。え、これ、うん、そう、うん、ネットと俺。ネットや、ネットや、調べただけや。来るよ、そろそろ。あ、怖いなあ。あー、でも弾いてる弾いてる。でもまあ、これだいぶちっちゃなんね、最後これぐらいでいいんじゃない。うわわわわ、すごい。煮浸しみたいになってる。大丈夫、ピーマンのね。うわ、塩塩塩塩で、うん、はいはい、かけたで。行ってみ。ちょっと想像できんな。うわ怖いな。中のこういうのとかも全部もう、うん、上がってるからカリッと。もううまっ。うまいろ。うまっ。うまいやろ。あ、うまい。今もう一個入れようか。おー、あ、でもピーマンの臭み、臭みがもうないな。そうそうそう、もう甘いもん。うん、あー来たぞ。あー、うまいわ。トウモロコシも買った。トウモロコシもありそうやな。死なずに済んだ。椎茸いくか。はい、椎茸うまそうやな。確かに袋もできんちゃう。いや、あれで昇進、うん、やってみるか、お前。揚げやってみるか、お前。じゃあいいですか。うん、すいません。ずっとお前食いしかやってないからな。揚げやってみるか、お前。食いの次揚げ。これやっぱ表裏返すとかやった方がいいですか。なーん。あ、あ、え、やっぱ納得いってはらんかった。食ってろ、お前は。ええ師匠やわ。ええ師匠。タコ行ってくる。タコフライが切る。いや、切るよな。行くで、うん、あ、でも意外といけるやん。いけるかも。あ、危ない。これね、膜みたいなのが。ちょっと待て、ちょっと待て。あー、青いってるいってる。これさ、吸盤爆発すんじゃない。いや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 、熱い大丈夫これ。大丈夫大丈夫。あー、やばいよこれは。あやべえな、もう。
さ、いや違う、だから素揚げって我慢やから素揚げって我慢やねん、危ない、我慢せ。まずちょっと椎茸袋いってみてくれ、この塩で、塩じゃない、でもタコこれどう、まだ、いや、あうまい、あ、うま、あ、うまそうやな、うま、マジでタコいって、誰か、うまもう2位やわ、椎茸、え、マジで、そう、6個今食え、うん、タコうまいでしょ、タコうまっ、タコうまっ、そりゃそうか大体わかるよな刺身、俺明太子いく勇気ないで、怖いな、怖い、ね、刺身、じゃあ行きます、刺身ね、はい、刺身、タイかな、これ、ハマチかな、あ、だからあ、でもうまそうじゃない、なんか、もういいんかな、ムクロ、塩いってみる、これ、これ何だっけ、タイ、タイ、タイ、マグロ行こうか、白身の方が良さそうやな、いや、合わん合わない、うん、油と魚は合わんよ、そうなの、もうパツパツもある、行ってみる、マグロ、マグロ、マグロ行って、マグロ行って、いやもう普通に食いたいわ刺身はちょっとじゃあ俺が、あ、いや違う、ハマチを、ハマチをちょっと半生というか、あ、それいいんじゃないマジで、うん、何のためにあげてんのえ、静かな、さあ全然なんか怖いわ、そう、これはあの徐々に来るんですよ、トマト、いや、思ってるより言ったほうが、ほらほらほら、グラディウスみたいになってきたぞ、すごいな、これキンキンみたいな、うん、マッチと思うの、うわ、はいよ、塩、塩、これ塩、これ皮うまそうやな、うん、皮うまそう、どう、いや、でも、あったかいトマトよ、これ本当にあったかく、確かにな、うん、もうちょっと多分行った方が良かったんかもな、あー、うん、じゃあ、はい、怖いやつ来た、もうラストね、はい、明太子、締め、それはやったことある、うん、ないです、じゃあ行きます、あ、でも、あ、意外に、あ、意外に跳ねへん、あ、ええやん、もういいんだ、でももう会長が疑ってる、はい、しよう、はい、塩か、もう、いや、まんまや、まんま、まんま、あ、明太子やんな、あ、うまっ、うまい、うん、あ、うまい、うん、これは、このままで食うより絶対うまい、みんな行く、行く行く、入れて、これ、椎茸と張ってんな、これ、あ、じゃあ、亀張ってんな、うん、え、食感は、あ、だーうん、食感はでも明太子そのままあっあるやん、中は上がってる、あ、中はそこまで、あ、まあ、半生みたいな感じ、ああ、じゃあがいいのか、うまい、うまい、もうちょっといった方がいいのか、これマヨネーズつけたの、あ、あ、絶対マヨネーズや、明太マヨつけた、そうや、ほんまや、ほんまや、よっしゃ、すごい、あ、全然上がってる、結構いったね、はい、マヨネーズ、はい、マヨネーズマヨネーズぐらいしかお前かけれないんだからさ、やれよ、はい、失礼します、マヨネーズ、はい、あ、こっちもマヨネーズ、ここに、ここにつける感じじゃないダメですか、意見してるな、これ、これさ、これうわぁ、怖いわ、この辺、うーん、こう、うん、あー、うまい、最高、うん、うん、これ最高、うん、明太子の素揚げ、あ、うまい、うんうん、うん、これぐらいいってもいいかもね、最高やな、これ、はい、ということで、はい、皆さんもぜひね、いや、でもちょっとブロッコリーは衝撃やった、衝撃やろ、はい、マジで、はい、はい、ランク的には、うん、なんすか、椎茸が、これはブルクロのランクは結局ブロッコリー1位、2位、明太子マヨやな、あー、そうやな、うんうん、で、椎茸かな、うん、うん、
で、その次ピーマンぐらいかな、うんうんうん、そっから下はないわやらんほうがいい。トマトは、トマトはあんまやったな。あー、トマト、うん、タコうまかったけどな、うん、タコうまかった、はい、という感じですね。はい、はい、います。結局何時間増した？これも全然2本分ぐらいいきます。どうします？もうこれはどうするこれ？どうする？もまあいや上げてもいいけど。ブロッコリー欲しい。ブロッコリー。ブロッコリー。よし。もうちょっとまあ欲しいがあるね。カメラ止まってんのに。どうする？でも油が汚れてきた。うん。